オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは神奈川県の82歳男性のお手紙です。私の最愛の人へ。早朝起き抜けに義足を履く。しっくり履けた時は一日気分爽快。ちょっと当たりが違う日は階段に気をつけてゆっくり歩いています。君が行って20年、いつも君の笑顔と一緒にうなずいていますよ。僕が事故で左足をなくして転院した時、これからどうやって生きられるか、何をしたらいいのか24時間考え込んでいた時、君に言われた一言、歩きなさいよ、歩いてから考えなさいよ、まず義足を自分の足にすることね、にはっと目が覚めたんだ。頭の中がパッと明るくね。そうだ、歩きに来たんだ。義足が足なんだ。うん。今考えると足をなくした衝撃もさることながら、足と共に吹っ飛んだ人生が痛かったんだ。なあに、なくしたものは作ればいいんだ。事故は僕に最大の不幸だったが、君を得た。ところで、最近僕は杖をつき始めたんだ。背骨が曲がって座骨神経痛になってね、足が一歩前に出せないんだ。で、君ならきっとこう一言、杖があるじゃないというに違いない。で、杖でなんとか歩けるようになった次第なんだ。そうしたら今度は杖の仲間が増えてね、そのうちの一人が夜道で転んで怪我したんだ。早速例の癖で工夫して杖にライトをつけてみたら、これが良かったね。自称転ばぬ先の杖明かりとね。いいだろう。なんとか世に広めようと考えているんだ。これが今の生きがい。人生何か張りを持たなくっちゃね、と君の笑顔を思い出してはにやりとしているよ。これは相変わらずね。またね。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。またオフィスシオン寺尾俊一代表監修の漫画で丸分かり初めてのお葬式の本をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問等は住所氏名をお書きの上、メールは info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422、 郵便は
郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは0742-24-8415奈良 .fm へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。